どうも、マックス鈴木でございます。私は本日茨城県古河市にございます文福飯店さんに来ております。で、本日やらせていただく内容なんですけれども、中秋の名月、先日綺麗でございました。季節は秋を迎えております。ということで、文福秋の新メニュー祭り、をお送りさせていただきたいと思います。気になるメニューは、丼だったり汁物の麺だったり、なんかいろいろだったり、まあいっぱい、おそらく全部で5品出てくると思うんですけれども、よろしくお願いします。というわけで本日は文福秋の新メニュー祭りスタートでございます。結構久々で楽しみでございます。やっぱり好きなところに来て好きな人に会うともう元気もらっちゃいますね。僕の中では文福飯店さんはそういうお店さんです。さあ、ということで、出来上がってきました。まずこれがチートデイという商品でございます。映えすぎている。で、ペペロンチーノ的な焼きそばがこれでございます。ニンニク、あちゃ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 、味噌汁で、こちらがぶたれたことないのにっていう商品です。こんな感じ。謎のご飯、奥さんご飯食べなかったら言ってね。どうした、味噌汁あるんですよ。わかんない、やってることがわかんない、やってることが。しかもスペシャルゲストの日本一固いうどんのうどんじじいがいます、横にしんちゃんです。小川優馬に習ってうどんじじいと。トシちゃん、これがペペロン焼きそばですよね。これがペペロン焼きそばですよね。ペペロン、はい。で、これがチートデイ。チートデイ、ペペロン、チートデイ。おいー、すっげー。それとぶたれたことないのに。ぶたれたことないのに、はい、ありがとうございます。おーし、よっしゃ、じゃあ食べましょう。ぶたれたことないのに、ご飯で。はい。あ、なる、あ、そういうことか。これがこういうことなんだ。オッケーオッケー。理解が追いつかねえんだよな、これな。まあいいや、あんま気にしないでいこう、そういうところは。いただきまーす。じゃあまずはこのペペロン焼きそばいってみようかな。見た目普通の焼きそばだけど、いただきます。おっ、むっちゃうまい。トシちゃん、あ、おいしい。トシちゃん、ペペロン焼きそばめっちゃうまいっす。ほんと、これめちゃくちゃうまい。ありがとうございます。なんかもっとペペロンペペロンしてるのかと思ったら、ちょっと焼きそばの要素も若干あり。焼きそばの要素もね。あ、これめっちゃうまいっす。ありがとうございます。合わせ技1本、1本、はい。いこれほんとうまい。あ、肉やらけ、めっちゃうまい、これ。うん。で、これはチートデイ。なんか揚げ物の上にタルタルめっちゃかけましたみたいな感じの。何が乗ってんだろう。わ、すげえな。いただきます。うまっ。甘めのタレをくぐらせた唐揚げを、タレ漬け唐揚げのタルタルがけだ。
これはうまい。味噌汁もうまいな。ちょっとこれ一旦失礼して、ぶたれたことないのにちょっと行ってみようかなと思います。極厚の感じ、ほらすげえ。こうやって切った方が見やすいか。すげえ、わすげえなこれ。おお、断面やべえ。いきます。最強。あ、これ最高だわ。最高っていうか最強かもしれん。これグラップラーバケでいうとこの裕次郎みたいな感じかな。これこいつ最強だろみたいな。あれですか、富士吉田氏からそれ言いに来たんですか。そのセリフを言いに来るためにこう来たんですか。はい、はい、じゃないですよ。何なんですかあなた、本当にもう本当にもう、いいですよいいですよ。それこれね、あのぶたれたことないのに肉がまずめちゃくちゃ柔らかくて表面カリカリで中超ジューシーなんですけど、タレがちょっとねなんかポン酢的な要素が多分ある。さっぱり系も含まれてる。だから油の旨味牛なんだけど後味さっぱりみたいな感じ。うまい。ニンニクのヘビーさもあり。うまの新作メニューも全部が全部うまいな。マジやばい。今日マジ腹減ってんすよ。
ぱ文福の豚肉はすげえうまいな。柔らかいんだよな、圧倒的に。豚肉のこの厚みでこの柔らかさってすごいよね。あっちぇ、もうなんか燃えてきた。あっちぇ、マジあっちぇ。よし、マジでうめえな。あ、レモンかけるとまた、あ、うまい。非常に美味しい。いただけます？おきちゃん、今度本当に発売するんで。そしたら物申す。低温調理に物申す。いや、これ相当柔らかいです。こういうふうな気をつけましょうっていうあれだよね。それでいいんじゃない。注意喚起の動画です。そうそうそうです。これからほらこれから。あだすあだすあだす。これからこれが。じゃあちょっとこれおきっちゃんいただきます。これ、おきっちゃんも美味しいし、
ぶたれたことないのにもうめっちゃうまいです。なんかあとチートでもうまい。いやてか全部うまい。うまい、めちゃくちゃうまいです。なんか多分豚肉使って和風でさっぱりしていきたいんだったらぶたれたことないのにのがいいと思う。で割とがっつりこってりいきたいんだったらこっちのおきっちゃんがいいと思います。おきっちゃん予約でお願いします。もうこれやばかアクション仮面、アクション仮面、アクション仮面。これむちゃくちゃでかいけどめっちゃ柔らかくてめっちゃうまいからバクバクいける。おはようございます。ということでまさかのアイスタイム。ジャギーン、パルムハニークリームチーズ。あ、うまい。高い味がする。これうまいですね。はい、ということで、ありがとうございました。いや、すみません、スープにだいぶ焼きそばをちょっと今回ご紹介することができなくて大変申し訳ございません。スープにだいぶ焼きそばはちょっと次の機会で、ただとても美味しいと評判のメニューですので、皆様、秋の文福飯店さん、ぜひよろしくお願いします。という本日はこちら、小川よりマックス鈴木が文福飯店さん、秋のスペシャルメニューをお送りさせていただきました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございます。お腹空いたらまた来てね。はい、 いや食欲の秋とはもう本当にうまくいったもんで、お腹減ったら文福館でぜひ来てください。ありがとうございます。待ってます。ああ。愛してるよ。あ、やばいやばいぞこれは。やばいぞ。ありがとうございます。